皆さんこんにちは。レック東京リーガルマインドキャリアコンサルタント課の西脇直子です。今日はキャリアコンサルタントの資格や講座についてこの後1時間程度お時間をいただいて説明をしていきます。はい、こちらですね。キャリアコンサルタント資格講座説明会です。レックのキャリアコンサルタントの養成講座、今年2021年で20周年を迎えました。これまでキャリアコンサルタント育成の歴史がかなり長くなってきていて、皆さんに良い講座をお届けできると確信しています。はい、それではこの後の講座説明会の内容です。まずはじめにキャリアコンサルタント養成講座を行っているレック東京リーガルマインドについて簡単に概要をお話しします。パート1として、キャリアコンサルタントとはどういう仕事なのか、資格なのか。パート2として、国家資格の概要についてお話しします。そしてパート3は、レックキャリアコンサルタント養成講座の内容、中身、特徴などをお伝えします。そしてパート4は、合格後のサポート、 NPO 障害学習という関連団体がありますので、そこで行っている取り組みなどをご紹介していきます。一番最後にキャリアコンサルタント養成講座の具体的なスケジュール、受講料のご案内と進んでいきます。はい、まずレック東京リーガルマインドのご案内概要を簡単にお話しします。事業の柱はいくつかありまして、一番左上がキャリアアップ事業、さまざまな資格の講座をやっています。司法試験の受験指導をスタートしたのがもう40年以上前ですが、それから公務員の試験対策講座や国家試験、さまざまな試験の対策講座の対策講座を行ってきています。その他にも、その下保育福祉関連では、子育て支援員の指導であったり、学童保育の指導員さんの教育などもやっています。そして右側上ですが、公共事業とあります。公共事業というのは観光庁からの委託を受けて行う事業のことで、この公共事業の分野ではキャリアコンサルタントが大いに活躍をしています。ここは後ほどお話ししていきます。そして一番左下、グリーンで囲まれているリカレント教育と書かれている、ここに NPO 障害学習があります。合格後のサポートを行う団体として、こちらも後ほどお話ししていきます。さあ、この右下の、成長喜びにということで、2つの若葉が育っていくイラストがありますが、この成長喜びにはレックの会社のテーマです。キャリアコンサルタントをはじめ、人の成長を支える事業をさまざま複数行っている会社です。ではパート1として、キャリアコンサルタントとはに進んでいきます。はい、皆さんももうキャリアコンサルタントという仕事や資格についてご存知の方も多いかと思います。2016年に国家資格になってから、認知度、知名度もとても高くなってきています。具体的にどんな仕事なのか、お話を進めていきます。はい、キャリアコンサルタントとは、一言で言いますと、キャリア相談のプロフェッショナルです。キャリア相談というのは、例えば就職や転職、キャリアアップなどのことを言いますが、それを支援して自分らしく生きることをサポートする、誰かの支えになる仕事と言えます。そしてこのキャリアコンサルタントですが、民間資格から国家資格になりました。資格に対する信頼度が非常に高まっています。すでに実務についていらっしゃる方も、ご自身のプロとしての証明として資格を取る方もとても増えています。キャリア相談のプロフェッショナルが持っているべき資格、
逆にこの資格を取ることによってキャリア相談のプロフェッショナルの道を歩むこともできるということです。下の方に書いてありますが、キャリア分野での活動を希望する方には、今はもう必須の資格となっています。すでにキャリアコンサルタント以外でも実務に従事している方、私業、要は相談業務ですね、携わっていらっしゃる方も多いかと思いますが、相談者の安心感や信頼感を高めて、ご自身の仕事の幅を広げるためにも資格の取得がおすすめです。ということで、キャリアコンサルタントというのはキャリア相談のプロフェッショナル、キャリアコンサルタント資格というのはそのプロであることを証明するための資格ということが言えます。ここで少し歴史を振り返りながら、キャリアコンサルタントを取り巻く環境の変化について見ていきます。キャリアコンサルタントはもともと1980年代から1990年代の後半ぐらいまでの間にアメリカから入ってきた概念です。日本ではこの頃バブル崩壊によってリストラが非常に盛んに行われていて、再就職支援のための専門人材が必要でした。そこでキャリアコンサルタントがその専門人材として活躍を始めた。そこから日本の中での周知が広まっていきました。バブル崩壊後、失われた10年などと言われていますが、非常に長い期間にわたって日本は経済成長が抑えられた低成長の時代になってしまいました。失業者も増えてきて、再就職支援のところに非常に力を入れてきていましたね。そして今度は2008年まで飛びますと、ここ左上のところに、簡単な年表のようなもので書いてありますが、リーマンショックがありました。リーマンショックでは非正規の就労者の方が非常に増えましたね。雇用が流動化していって、なかなか正社員としてしっかり先を見据えた仕事をすることが難しい、そんな非正規で働く方々が非常に多く、社会の課題となりました。そこでもキャリアコンサルタントは非正規の方々が正社員として働けるような支援を行ったり、転職の支援、再就職の支援など行ってきました。バブル崩壊もリーマンショックもその後の雇用をめぐる影響については、キャリアコンサルタントは働いている方をどうサポートするか、失業状態から仕事をしている状態にする、また雇用形態が非正規から正規にするにはどうしたらいいか、そんなところで活動してきた人材でもあると言えます。そして2020年コロナショックになるんですが、こうなりますと、これまで働いている人のキャリアアップというものもキャリアコンサルタントの仕事に加わってくる、そんな流れになっています。今まず社会背景から見たお話をしましたが、そうした中で下の矢印がありますが、この矢印のところ左から少し追っていきますと、2001年にレック東京リーガルマインドのキャリアコンサルタント養成講座がスタートしました。その後2002年にこれ厚生労働省が職業能力評価試験として指定をしまして、その厚生労働省の基準を満たした講座を実施して、試験に合格した方々に対しては標準レベルキャリアコンサルタントという民間の資格を発行していました。そして2008年ですが、キャリアコンサルタントがそもそも国家資格となる前の段階なんですが、国家検定の制度がスタートしています。これ次のパワーポイントでご説明しますね。この国家検定というのは実務についている方のレベル、スキルを測るための検定試験なんですけれども、キャリアコンサルタントにおいても実務家の方々のスキルレベルを測る検定試験が2008年にスタートしています。この頃厚生労働省はキャリアコンサルタント10万人養成計画を発表しました。キャリアコンサルタントの数がもっと必要、そしてこの先は企業の中で働く方々に対してのキャリア支援も行っていかなければならない、そのためにはキャリアコンサルタントは少なくても10万人は必要だと、
ということで出てきたのがこの10万人養成計画です。その流れを組んでなんですが、先ほど申しました2016年4月にキャリアコンサルタントが民間の資格から国家資格へと移り変わりました。それからもう丸5年以上経っているのが今の状況ですね。で、今の社会状況を見てみますと、下に書いてありますが、2020年のコロナショックを受けてということもあります。さらなる変化、変革の時代へと入っています。働き方改革、人生100年時代、一億総活躍社会、これはコロナ前から言われていたことですが、それに加えてコロナの影響によって AI の進展、または DX ですね、 DX の時代も到来になります。異業種に出向する方も今かなり増えてます。そしてコロナショックによって企業の業態変更も起こっています。こうした社会背景を受けて、キャリアコンサルタントは様々な状態で働く方、働いている方、これから働こうとする方の支援、サポートをしていく必要があります。では今国家検定制度のお話ししましたが、キャリアコンサルタントの資格制度の体系についてここで整理をします。まずキャリアコンサルタントを目指す方が一番最初にトライするベースラインのところの資格が国家資格のキャリアコンサルタントです。養成講座を修了された方が受ける試験、国家試験ですね、これ合格しますと国家資格のキャリアコンサルタントになります。そしてお話をしていた国家検定制度というのは、上の2つ、キャリアコンサルティング技能士の1級と2級のことを言います。1級というのは指導者レベルで、検定始まったのは2011年です。合格者の合計、これ全国です、2021年3月末の数字ですが、481人しかいないという、とてもレベルが高い、本当にキャリアコンサルタントを指導するレベルの方々のスキルがありますよということを証明するのが技能士の1級です。それに続いてキャリアコンサルティング技能士の2級は熟練レベルと言われています。こちら合格されている方の人数が2021年3月末で1万人を少し超えたところです。そしてこれから多くの皆さんがチャレンジをされる国家資格のキャリアコンサルタントです。試験に合格して実際にキャリアコンサルタントとして登録をされている方の人数ですが、こちらは2021年6月末の最新の数字で6万人を超えたところです。厚生労働省はキャリアコンサルタント10万人養成計画を発表して、それに基づいてキャリアコンサルタントの数を増やしていこうと取り組みをしています。10万人のうち今6万人ぐらいまで登録者が増えてきている、そんな状況になっています。はい、皆さんが目指すのはまずこのベースラインの国家資格のキャリアコンサルタントということになります。はい、ではここから先ちょっと一個進めまして、キャリアコンサルタント取得のメリットについてお話しします。今回養成講座を受けようかな、どうしようかなと考えて、このガイダンスお聞きになってらっしゃる皆様、それぞれご自身の目的、こうなりたいなという姿もあるのかもしれませんが、キャリアコンサルタントを取ったら実際にはどんなメリットがありそうなのか、少しまとめてお話ししていきます。まずはキャリアコンサルタントの資格を取ったらキャリアコンサルタントとして仕事をするというのはもちろんありますね。先ほど社会の動きが変わっていきましたねというお話ししました。雇用環境の変化や雇用の流動化、職種や業種転換などに対応する専門人材として働くを支援するのがキャリアコンサルタントということです。そしてこの分野に特化して専門人材として活動できる人材というのはキャリアコンサルタントを置いては他にはないんですね。そして AI が進展していく中では、
こう機械に仕事を奪われる、 AI に仕事を奪われるんじゃないか、そんな議論もされてましたし、実際に AI でなくなる仕事のランキングなども出ていましたけれども、キャリアコンサルタントのような対人支援業務、対人相談業務はなくならない仕事の代表例として掲げられていました。雑誌や新聞などでご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんね。いずれロボットに相談するなんて時代が来るかどうかは分かりませんが、人の支援をするのはやはり人ということで、社会が変化していってもキャリアコンサルタントの仕事は残ると言われています。そして環境が変化していけば、していくなりに必要な支援、必要なサポートというのがあります。それができるのがキャリアコンサルタントです。具体的にどのような分野、舞台で活躍をしているのかは、次のスライド以降でお話ししていきます。キャリアコンサルタント取得のメリットの2つ目です。実際にキャリアコンサルタントとして仕事をしないとしても、養成講座での学びを生かして、それを使って活躍する、活動していくことはできます。とても有効です。養成講座の中で学ぶ内容は、傾聴、人のお話を聞くですね、そのスキルを磨く、それからコミュニケーション力を高める、もちろん面談のプロですから面談のスキルを磨く、こういう練習をしていくわけです。それも練習をするだけではなくて、きちんとした理論に基づいて、背景がある上で練習をしていく。こうしたことの積み重ねによって、今会社の中で働いていらっしゃる方は、ご自身の仕事、営業職であれば営業職、マネージャーの方であれば部下とのコミュニケーション、お仕事されている中で同僚とのコミュニケーションをうまく図る、そんなところでも十分活用していきますし、非常に役に立ちます。また必ずしも仕事の場面だけではなくて、地域社会やご家庭の中でも日々のコミュニケーションってとっても大切ですよね。で、心理学に少し近いところのお話もしていきますので、そうしたところも勉強しておくことで、ご自身がさまざまな場面で学びを生かしていくことができる、そうしたメリットがあります。最後3つ目として書いてあるのが、3つ目に書いてはあるんですが、私はとても大切だと思っています。ご自身のスキルアップに役に立ちますということなんです。何度も言ってますように、社会が激変してますよね。社会環境が大きく変わっていて、今回の新型コロナウイルスの感染拡大によって、ご自身の働き方について見直された方もいらっしゃるかもしれません。雇用形態かもしれないし、ご自身が所属している業界、業種、この先何年後、10年後、20年後、このままの働き方でいいのかな、そんなことを考えられた方もいらっしゃるかもしれませんね。また人生100年時代の中では、働く、学ぶを繰り返しながら自分のスキルを上げていく必要がある、そんなことも言われています。これからの社会に対応していくためには、ご自身がスキルアップを図っていく必要があるんですね。じゃあどうやってスキルアップを図っていけばいいのか、またそういう考え方ってどうやったら身につけられるのかな、そんなことのヒントがキャリアコンサルタント養成講座を受けていただく中できっと見つかることと思います。この先のご自身の人生を充実させる、そんな目的のためにキャリアコンサルタントの養成講座を受ける方も結構多くいらっしゃいます。はい、代表的にキャリアコンサルタント取得のメリットとして、キャリアコンサルタントとして仕事をする、学んだことを生かして活躍していく、それからご自身のスキルを見つめ直す、そういう機会にする、この3つのメリットを挙げておきます。そしてここからはキャリアコンサルタントとして仕事をする場合にどんな活躍の場面があるんだろうか、ここをご紹介していきます。まず1つ目、ハローワークなどの公的機関です。
実際にハローワークに行ってキャリアコンサルタントとの相談を受けましたっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。ハローワークも様々な種類がありまして、一般の方が行く、あるいはマザーズお母さんたちですねが行くところ、若者を中心に支援するところ、大学生新卒を支援する、ハローワークも様々な種類がありますが、それぞれのハローワークで職業紹介やマッチング、職業訓練の相談なども行っています。それから訓練前キャリアコンサルティングといいまして、職業訓練などを受ける前にジョブカードを使ってキャリアコンサルティングを行う、こうしたこともハローワークでやっています。この後お話ししますが、このキャリアコンサルタント養成講座ですが、専門実践教育訓練給付の指定講座となっていますので、その専門実践教育訓練給付を使おうと思う方はハローワークに行ってこの訓練前キャリアコンサルティングを受けていただく必要があります。ですので講座お申し込みの前にこのキャリアコンサルティングを受けていただいて、それから養成講座を実際に受講いただく、そんな流れになっていきます。ぜひね、ハローワーク行かれたら訓練前キャリアコンサルティングどんな風に行われるのかちょっと観察していただけるといいかなと思います。もしかすると少し先には皆さんがその訓練前キャリアコンサルティングを行うキャリアコンサルタントとしてお仕事をされているかもしれないですよね。はい、そして2つ目、ジョブカフェ。これ若年者のためのワンストップサービスセンターと言われていますが、こうしたところでも様々な支援を行っています。それからサポステ、地域若者サポートステーション、こちらでも就労支援や就労に向けたスキルアップセミナーなどを行っています。まずこうしたところが活躍の舞台の1つ目として挙げているところです。2つ目、教育機関。代表的なのは大学のキャリアセンターですかね。キャリアセンターの相談員の方、相談員の方、大学の職員の方もちろんいらっしゃるんですけれども、それだけではなくて契約社員や派遣社員でお仕事されている方も結構多くいらっしゃいます。その就職活動のピークの時期には一時的に採用して相談員を増やして対応する、そういうことも行っていますので、資格を取って大学キャリアセンターで仕事したいなと思う方はホームページなどでの求人をしっかり見ておいていただけるといいと思います。時期によりますが、かなりインターネットからでもキャリアセンターの求人の募集を確認することができます。はい、あと最近では専門学校もね、専門学校は学校出た後でとにかく就職をする、その就職率も学校の評価として問われるところなので、専門学校にもキャリアセンターを置くところも増えてきてます。また一番下、小中高等学校でのキャリア教育も力を入れてきてますので、ここもキャリアコンサルタントの活躍の分野としてもっと広がっていくことになります。活躍の舞台3つ目です。企業領域。この企業領域が厚生労働省もキャリアコンサルタントの活躍をもっと促進したいと力を入れているところです。まずそうですね、ピンときやすいの人事部ですかね。人材育成とかキャリア研修など行う部門なので、キャリアコンサルタントの資格取ろうとされる方とても多いです。受講生の方にもたくさんいらっしゃいます。ただ企業の中では人事部に所属している方だけではなくて、さまざまな部門の方がいらっしゃいます。先ほどキャリアコンサルタント取得のメリットのところでも少しお話ししたんですが、マネジメントへの活用だったり、傾聴力を生かしたお客様とのやり取り、そうしたところにも非常に役に立ちますので、資格を取ろうという方いらっしゃいます。また後々人事部で仕事したいんだよねって、そういう方が資格を取りに来られる、そんな方もいらっしゃいます。活躍の舞台4つ目です。人材紹介、人材派遣。この人材関係はキャリアコンサルタントの知識がそのまま活かせますし、もうそもそもキャリアコンサルタントがやっている仕事ともうほぼ同じようなところですね。ただ人材紹介ですと仕事を探している人と仕事を結びつけるマッチングが中心になることも多いということで、
相談者の話をもっとしっかり聞くスキルを高めたい、そんな自分ご自身のスキルアップのために講座を受講される方もいらっしゃいます。カウンセリング力をさらに高めたい、相談の質をレベルアップさせたい、それから資格としてきちんと持っておいて、冒頭の方に言いましたプロとしての証明ですよね、その証明のために資格を取ろうとチャレンジされる方もいらっしゃいます。ですので逆にそうした資格を持っていることで人材紹介や人材派遣のお仕事をする、そうしたところの就職をされる方もたくさんいらっしゃいます。はい、そして活躍の舞台の5番目として公共案件と書きました。これ行政からの委託事業、観光庁からの委託事業のことを言います。公的機関での就労支援セミナーなどは実は観光庁からの委託に基づいて民間の企業が行っているケースが多いんです。レックでは公共事業本部で多数の案件を受託しまして、こちら実施をしています。一番最初にレック の会社の概要のところで公共事業という図をちょっとお示ししたと思うんですけれども、レックでは公共事業本部でさまざまな案件受託してまして、そこでの人材募集と採用情報のホームページ少し引用してみました。その就労支援キャリアコンサルタントが直接相談に応じる案件ですとか、最近ではやはりセミナー案件なども多いですね。セミナーの講師できませんかであったり、さまざまなお仕事がありまして、これが公共事業だと大概年度ごとに1年間ごとの契約で、私たちも観光庁から委託を受けて実施をしていくことになりますので、実は毎年ですね、キャリアコンサルタントの募集採用も行っています。キャリアコンサルタントとして活躍されたい方の仕事のスタートの一歩としてはとても入りやすい良い入り口かなと思いますので、資格取られたらご検討いただけたらなと思います。ちなみにハローワークに行った時に、職員の方と職員の方のように見えるんですが、実はそこにレックのスタッフもいて、ハローワークの職員の方と一緒に仕事をしているなんていうこともありますので、そうした場面で皆さんがキャリアコンサルタントとして活躍することもあります。はい、活躍の舞台6つ目としては資格のさまざまな生かし方、活躍している方々本当にね大勢いらっしゃいまして、さまざまな分野で、動いてらっしゃるんですけれども、例えばセルフキャリアドックによるキャリアコンサルティングというのは、企業内で従業員の方の相談業務を受ける、そういうキャリアコンサルティング、キャリアコンサルタントの方もいらっしゃいます。また治療と仕事の両立支援、両立支援コーディネーターとして活躍する方もいらっしゃいます。これですね、やはり例えばがん治療をしながら仕事、働き続けるためには誰かのサポートがいるよね。そういう時にどうしたサポートがあったらその方治療を続けながら仕事辞めないでですね、活躍していけるんだろうか、そんなことを考えていく役割が両立支援コーディネーターなんですが、両立支援コーディネーターは例えばキャリアコンサルタントや社会保険労務士の方が担当されてらっしゃる。で、病院の中に両立支援コーディネーターさんがいらっしゃる相談ブースがある、そんな病院も今出てきています。他には職業訓練校でキャリアコンサルティングを行っていたり、人材紹介業でもその会社に入るのではなくてフリーランスでやってらっしゃる方もいらっしゃいます。それからセミナーの講師として活動している方もたくさんいらっしゃいますね。はい、キャリアコンサルタントの資格を取られて、活躍される舞台というのはこのようにたくさんあるんですが、先ほども申し上げました通り、キャリアコンサルタントというのは社会の変化、雇用情勢の変化によってさまざまな支援の方法であったり、支援する対象の方が変わっていったりします。社会の移り変わりによってキャリアコンサルタントが求められている役割も刻々と変わっていっていると言って、過言はないと思います。
今活躍の舞台としていくつか代表的なものをピックアップしてお話ししましたけれども、もちろんこれをさまざま組み合わせてやってらっしゃる方も多いですし、レックですと他の資格を持ってダブルライセンスとしてキャリアコンサルタントの仕事をしている方も大勢いらっしゃいます。資格を取得してさらにその後どうやったら活躍できるのか、そういうところも考えながらこの先学んでいただけると良いのかなと思っています。はい、では再びお話進めていきましょう。さあここからはパート2としまして、国家資格のキャリアコンサルタントの試験の概要についてお話ししていきます。この国家試験は2016年8月に第1回の試験がスタートしまして、すでに第17回試験まで終了して発表されています。まず国家試験なんですが、学科と実技に分かれていまして、両方合格して初めてキャリアコンサルタントになることができます。ご覧いただいている通り、学科は4種択一、実技はこの実技の中に2つまた分かれてましてね、論述と面接があります。この論述と面接両方合格して初めて実技合格です。ここの面接なんですが、ロールプレイ口頭諮問と書かれています。キャリアコンサルタントは相談業務のプロフェッショナルです。ということでここでのロールプレイは実際に試験監督の前で相談業務をやってみせるというものです。15分間の時間が与えられていて、その時間内で実際に試験団体側が用意した相談者の方が目の前に座っていて、その方の相談を行っていきます。試験監督が2人いる状態ですね。その状態の中で相談業務を行っていって、口頭諮問、最後の5分間で今自分がやったロールプレイについて良かったところ、もっと直した方がいいところとか、この相談者の方についてはどんな支援をしていったらこの方きっとうまくこの先、人生歩んでいけるのか、仕事に就けるのか、そんなことを、試験官に対して答えていく、それが口頭諮問になります。はい、試験こんな形の試験なので、ちょっと記述式だけではないので心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、面接試験もキャリアコンサルタントの養成講座で毎回毎回しっかり学んでいただければ、そんなに恐れることはないと思います。試験日程です。2022年度の試験日程のご案内になります。はい、今からですね、一番早く受けられる試験というのが来年の3月なんですが、今養成講座を申し込んで、これから養成講座を受けてその後試験を受ける方の目標となる試験は2022年来年の7月の試験ということになります。この第19回のところに実務経験者の目標試験と書いてありますが、このキャリアコンサルタントの国家試験、実務経験がない方はキャリアコンサルタント養成講座を修了することで試験を受けることができます。一方逆に実務経験がある方については養成講座受けなくても受験資格が得られます。ですのですでに実務経験がある方は養成講座ではなく試験対策講座などで勉強をされて3月試験を目指すことができます。多くの方は今回キャリアコンサルタントの養成講座を受講してその後試験を受けようと計画されているかと思いますので、2022年の7月の試験を目指していただくことになります。試験概要で言いました、学科と実技と両方あって両方合格しないとダメですよと言いました。日程的には学科試験と論述試験が1日で行われます。そして実技試験の中の面接試験が何日程か用意されていて、その中の特定の1日でこの時間でという指定がされますので、そこで試験を受ける必要があります。
この試験を受けようかなと思ってらっしゃる方は、ここに書かれている面接試験の日程、どこに当たってもいいようにスケジュールを空けておいていただく必要はあります。はい、少しお話前後していますが、この試験日程見ていただいてお分かりの通り、キャリアコンサルタントの国家試験は現在年3回行われています。国家試験としては非常に回数が多くて、また1年後まで待たなくても次の試験がありますので、比較的チャレンジしやすいのではないかと思います。はい、続いて皆さん気になってらっしゃるでしょう。合格率です。合格率、学科と実技に分けて、記載しています。まず学科の合格率です。この折れ線グラフが全体の合格率になっています。第1回をスタートした時は 77.8% と非常に高い合格率でしたね。そこから第4回試験と第9回試験の合格率がガーンと下がっています。まだこのあたりは国家試験の回数が浅くて、試験の出題傾向が安定していなかった時期です。正直第4回と第9回は結構難しい、難関試験だったと思います。ただその2回を除いては、見ていただいて分かる通り 50% を超えていて、だいたい 60% から近いところでは 70% ぐらいで推移をしていまして、国家試験としては非常に合格率高いなという印象を持たれる方も多いかと思います。ただちょっと気になりますのが、ここのところの第15回から17回にかけてグラフが右肩下がりになっています。第15回 75% だった合格率が 56.8% まで少しずつ下がってきているところがちょっと気になるところではありますね。先に実技の合格率も見ておきましょうか。はい、実技の合格率見ていただくと、こちらも折れ線グラフが合格率の推移なんですが、いかがですか。学科と比べると高いところで安定していますね。 60% 以上のところで、だいたい同じようなパーセンテージで推移をしているということなんですね。で、先ほどキャリアコンサルタントの試験、学科と面接があって、学科と実技があって、実技の中に面接があって、面接はなかなか、慣れない方もいらっしゃるかもしれませんと申し上げましたが、実はですね、合格率、実技試験そんなに低くないですよね。というのは学科試験が今回 56.8%、 それに対して実技試験 58.1% ですので、実技やったことないとか、面接試験はどうしよう、苦手かもって思ってらっしゃる方いらっしゃったとしても、合格率見ていただくとそんなに心配ないと思います。ただこちらもですね、第14回の試験が 65.9% だったのに対して、合格率ちょっと右肩下がりになってきているところが、やはり心配な面はあります。これですね、キャリアコンサルタントに限らずなんですけれども、民間の試験が国家試験に変わった後、変わってからしばらくの間は合格率高めで推移するですが、何回か回を重ねていって年数を重ねていくと徐々に合格率が下がっていく、つまり難易度が少しずつ高くなっていくという傾向があります。これキャリアコンサルタントの話というよりは、他の試験でもそうした傾向はありますので、この先という大きな括りで考えた時には、キャリアコンサルタントの国家試験も難易度が上がっていって合格率も下がってくるのかなという気がしています。で、先ほど厚生労働省がキャリアコンサルタント養成計画、10万人養成計画を発表して取り組みをしていますと申し上げました。現在のところで6万人を超えるぐらいの数のキャリアコンサルタントの登録者がいらっしゃる状況ですね。で、数について、人数については、10万人のうち6万人のところまでだいぶ増えてきました。で、この先はなんですが、人数を増やすこともそうなんですが、
キャリアコンサルタントの質を高めていく、キャリアコンサルタント自身のレベルアップを図っていく必要があるということが言われています。そうしたことからも考えますと、この先キャリアコンサルタントの試験は徐々にかと思いますが難しくなっていくことが考えられます。ですので、キャリアコンサルタントを取ろうかなと思ってらっしゃる方いらっしゃいましたら、早めにキャリアコンサルタントの養成講座を受けて試験を受ける、合格を勝ち取られることをお勧めします。このあたりがキャリアコンサルタントの合格率から見てお伝えしたいところでした。はい、ここまでパート2ということで、国家資格のキャリアコンサルタントの試験の概要についてお話をしてきました。はい、ではさらにお話をちょっと進めていきましょうね。ここからはキャリアコンサルタントの養成講座のご案内です。これはレックのキャリアコンサルタント養成講座のご案内ということになります。はい、ちょっと切り替えていきますね。パート3、レックキャリアコンサルタント養成講座のご案内です。はい、ここでちょっとプレゼンター見ていきましょうか。皆様お手元にこのキャリアコンサルタントのパンフレットと、キャリアコンサルタント養成講座受講料スケジュールのご案内、この2つお持ちでしょうか。ちょっとプレゼンターの方で見ていきましょうね。はい、これパンフレットです。キャリアコンサルタントのレックの、講座のパンフレットです。ここに書かれていますように、レックのキャリアコンサルタント養成講座というのは厚生労働大臣の認定の講座なんですね。この厚生労働大臣認定というのは何かというと、講座を修了することで国家試験の受験資格が得られますよという意味です。さまざまなキャリアカウンセラーですとか心理コンサルタントとかいろいろな資格がありますけれども、そうした資格を受けるときに確認してくださいね。厚生労働大臣認定の講座じゃないと修了した後で国家試験の受験資格得られないのでご注意ください。はい、それからもう一つここですね。受講料の最大 70% まで支給って書いてあります。ここに専門実践教育訓練給付の制度と書いてあります。レックはこの対象講座になっていますので、この講習を修了することによって皆様にお支払いいただいた受講料の 50% が戻ってくる仕組みになっています。さらに資格取得等で 20% の追加給付が得られて、合計 70% まで、払った受講料の中から 70% がお手元に戻ってくるという仕組みになっています。ちょっとこちらはパワーポイントの方でお見せしましょうかね。養成講座のご案内のところです。はい、今お話ししているの2番目の専門実践教育訓練給付の対象講座ですということです。最大 70% までお手元に戻ってきます。ただこの制度を使うためには受講開始日の原則1ヶ月前までにハローワークで皆さんご自身がお手続きをしていただく必要があります。そしてこの手続きの一つとして、ジョブカードを作成の上ハローワークでの訓練前キャリアコンサルティングを受けることが必要となります。さあ、先ほどお話ししましたね、キャリアコンサルタントの活躍の舞台としてハローワークの中での訓練前キャリアコンサルティングを行うことというのがあったと思います。皆さんご自身がこのキャリアコンサルタントのレックのキャリアコンサルタント養成講座を申し込むためにジョブカードを作ってハローワークで訓練前キャリアコンサルティングを受ける、その手続きが必要なんです。そして皆さんが資格を取った後、キャリアコンサルタントとなった後は、今度は訓練前キャリアコンサルタントとして相談を受ける側に回る、そんな仕事もありますということも合わせてご説明しておきます。はい、ちょっとじゃあ整理していきますと、今お話ししているのはレックキャリアコンサルタント養成講座についてのご案内で、レックの講座がどんなものなのかというお話です。3番目、
レック養成講座は20年ですので、そこでの実績とノウハウを生かした講座を行っています。で、次のカリキュラムいきましょうか。はい、この養成講座のカリキュラムですが、厚生労働大臣認定の講習ということで、基準に従って作っています。で、一方的に主張するだけではなくて、双方向でのやり取り、ロールプレイやワークを行うことが必須となっています。そのためレックでの講座でももちろんなんですが、ご自身がご自宅で勉強していただく部分と、双方向通学をしていただくか、あるいはズームを使って勉強していただく、この2つ両方やらなきゃいけないということになります。知識編通信自宅学習というのが、ご自身が、ウェブ配信システムでいつでも好きな時に勉強していただく、これが65時間分、それに加えて実践編として通学あるいはオンラインズームを使って双方向での講義を受けて演習を行う、こちらが90時間分ありまして、この2つ両方とも終了することで、初めてキャリアコンサルタント養成講座終了ということになって、この終了証が皆さんの国家試験の受験要件となります。はい、そして具体的にじゃあどんなことを勉強するんですかというのは、この皆さんお手持ちのパンフレットのちょうど真ん中ですね、ホチキス止めをしてある真ん中のところを開けていただきますと、1日目から12日目までの12日間の通学あるいはオンライン、ズームでの講座となりますが、具体的にどのようなことを勉強するのかというのが書いてあります。こちらパンフレットでご確認いただければと思いますが、少しちょっとだけ確認しましょうかね。プレゼンター少し映してみますと、キャリアコンサルティングの役割から始まって、キャリアの理論ですね。キャリアってさまざまな理論があるんです。キャリアがどういうものかについて、学者の先生たちがいろいろ研究されているものもあって、それが実際にキャリアコンサルティングの相談業務の中で役に立つバックボーンになります。こうしたキャリア理論も学んでいきます。カウンセリングの勉強もします。はい、今厚生労働省力を入れている企業内におけるキャリア形成支援のやり方、はい、そして中ほどになりますが、メンタルヘルスも勉強します。労働市場などもやっていきますね。リカレント教育、障害学習、人生100年時代ですのでね、この先の学びについても勉強していくことになります。そしてこちらいきますと、コーチングであったりとかジョブカード、皆さん専門実践受ける方はもうジョブカード1回作って経験されてるかと思いますが、ジョブカードの書き方、学校教育制度であったり、ネットワークというのはキャリアコンサルタント自身が他の方々とつながっていって、相談者に対して一番良い支援をするための方策を見つけていく、そんなネットワークの構築方法や自己研鑽、ご自身のスキルアップをどのように進めていくか、そんなことも勉強していく。養成講座12日間はこういう内容で双方向で進めていくことになります。でそれ以外にここの下ですね、下知識編通信と書かれていますが、ステップ1からステップ5のところまでね、ご自身のご自宅で、実習の形式で勉強していただくものも書かれていますので、このあたりはパンフレットでご確認をください。はい、ではパソコン、パワーポイントの方に戻っていきまして、レックキャリアコンサルタント養成講座の説明も少し進めていきます。講師は実務家が中心で、臨床心理士、精神保健福祉士、社会保険労務士など現場経験豊富な方々が講義を担当しています。ですので、今実際に世の中でどんな相談があるのか、どんな対応をしていったら、うまくいったのかとか、どんなことをキャリアコンサルタントは取り組めばよいのか、そんな生の声を聞けるのが魅力の一つです。一緒に勉強する受講生の方々、レックやはり私業の方が、多くいらっしゃいますね。ダブルライセンスを目指す方ですとか、企業の人事部の方、
もちろんハローワークや人材紹介会社にお勤めの方いらっしゃいますが、キャリア支援分野が専門ではない方ももちろん大勢いらっしゃいます。お仕事これまでされたことがなくて主婦なんですが大丈夫なんですかっていう方もいらっしゃいますが、大丈夫です。そのあたりはいろいろな皆様がこれまで歩んでこられた人生、それ自体がキャリアです。ご自身の経験なども踏まえてこの先相談業務を行っていくことができるのがキャリアコンサルタントなので、今やってらっしゃることが何かとか、経験があるかないかっていうことはもう勉強気にしなくて大丈夫です。みんなで一緒に勉強していけば問題ありません。男女の割合ほぼ半々で、年齢の中心層まあ40代ですかね。ただ20代から60代まで広くいらっしゃいます。まあ、こうした年代を超えた方々との交流を深めるのも養成講座の魅力の一つではないかなと思います。終了した後も LINE をつないで、皆さんグループを作ったり仲良くされてらっしゃる方も多いようです。はい、受講環境です。通学していただく場合はレックの本校と呼ばれている、まあ、学校に通っていただくんですが、ほとんどの学校が駅前の通学しやすい場所にあります。またやむを得ない場合の欠席は振り替えの受講が可能です。ただ定員があるので定員を超えての振り替えは受け付けられませんので、ここはご了承ください。次です。受講料についてです。これもレックは特徴があります。でレックは全国でさまざまな試験の対策講座を行っていますので、そのスケールメリットを生かすことによって広告宣伝費や会場費などを最小限に抑えていまして、その分を受講料に還元しています。そして受講料の割引制度もさまざま設けています。一般価格30万2500円ですが、これは税込みでテキスト代が込みです。入学金などの追加費用がありませんので、この30万2500円が一番高い金額ということになります。ここからさまざまな割引制度も適用させていただきますので、非常にお値段的にも受けやすい金額でご提供できるということになります。はい、そして9番目ですが、試験対策講座についてもレックは40年以上の受験指導校としての実績がありますので、それを生かした講座を行っていますし、養成講座レックの養成講座の受講生の方については、受講生の割引もあります。こちらもあまり費用負担多くない形で受講いただけるように、私たちの方でも様々なご提供しています。はい、試験対策講座どんなものがあるか、これ簡単にご説明していきますね。学科試験の対策講座では、まあ、ウェブで、ご用意しているのと、面接対策講座ですとウェブとオンライン、それから通学の面接対策講座もあります。そして皆様にぜひお伝えしたいのがこちらです。試験対策講座、養成講座との同時申し込み割引です。これぜひご案内をさせていただきたいです。今回皆様がご検討いただいている養成講座の12月生2022年1月生2月生のお申し込みと同時、これ同時に限るんですが、同時にこの試験対策の3点セットを購入していただいた場合に、大幅な割引を試験対策講座にかけていまして、非常にお得に受講できるようにいたしました。この3点セットなんですが、括弧1、括弧2、括弧3と書いてあります。いずれも通信ウェブですので、ご自身でご自宅で好きなお時間に勉強していただくことができるものです。括弧1が学科特訓ゼミ、学科試験必須の基礎知識の定着に最適な講座になっています。で、こちらの学科特訓ゼミは特に受講しながらですね、キャリアコンサルタント養成講座を受講しながら、その知識の整理のために使っていただく方もとても多い講座なんです。実は養成講座のテキストって5冊ありましてね、たくさん、まあ、情報知識なども入っているわけなんですが、なかなかその5冊すべてに目を通してとか全部網羅してってちょっと大変かなと思うかもしれませんよね。で、学科特訓ゼミのテキスト1冊でコンパクトにまとまっているので、
知識の定着にもちろん役に立ちますし、受講中の知識整理にも使っていただいている方がとても多いです。そして括弧には論述の合格試験講座ですね。これも論述の添削がついている講座なので、試験論述ってね、答えが出てないのでどう書いたらいいかわからない方多いと思うんですが、講義を聞いてご自身で論述を書いてみる、でそれを添削してもらうという流れで、実際の試験がどんなものなのか、雰囲気をつかむことができますし、ご自身の力をつけることもできます。かっこ3、これ一級技能士の先生が教える面接合格講座のウェブ道場なんですが、さまざまなケースのロールプレイを見ていただいて、あ、面接ってこんな風に進めればいいのかなっていうヒントを得ていただけることができる講座です。もちろん面接に必要な知識をつけるための講義も行っていきます。で、右側に書いてありますが、養成講座を申し込まれた後、実際に講座が始まるまでの期間が空いている方も多いかもしれません。早くお申し込みいただくと、申し込んだ後、講座開講までどう勉強したらいいのか迷う方も多いですよね。そうした方々の予習にまず使っていただけます。それから、申しました通り、講座を勉強しながらですね、養成講座受講しながらご自身の知識の整理に使っていただくこともできます。そしてもちろん終了後は、これ試験対策講座そのものですので、そのまま試験の勉強のために活用いただけるということなんですね。で、第18回試験対策3点セットと書いてありますが、ちょっとこれ見てみましょうね。下の米印のところです。第18回2021年10月の試験向けの対策講座なんですが、皆さんが目標とされる第20回の試験の前に、直近試験の論述試験の回答例や学科特訓ゼミの学科のですね、テキストの年度改訂文、つまり、新しく更新された文についての資料は、新訂をさせていただきますので、古い情報のまま試験を受けるということがなく、新しい情報を追加していただいて、で試験を受けていただくことができるようにしています。で、ただ、18回の対策講座ということもありますので、これ一般の方には実は3つ買っていただくとね、レックの養成講座、受講生じゃない方ももちろん購入できるんですが、その方たちが買っていただく価格は3つの講座合わせて4万7000円なんですが、まず皆様レックの養成講座受講していただくということですと、受講生の割引が適用されます。それに加えて今回は同時に申し込んでいただくということで、セット価格として24,800円、3講座まとめて24,800円で試験対策講座を、受講いただくことができますので、養成講座を申し込み検討されていらっしゃる方は、ぜひこちらを合わせてお申し込みいただくこともお考えいただくと良いかと思います。その先の試験を見据えた時に、やはりね、ちょっと合格率下がったり、試験難しくなるかななんていう心配もあるかと思いますが、せっかくでしたらば合わせて申し込みをしていただいて、勉強を始められることをお勧めしたいと思います。はい、そして試験対策講座で、これは学科試験の対策用の書籍になるんですけれども、今ここに出ていますね、合格の取説という本なんです。で、今これ私のちょっと手元にもあるんですけれどもね、ちょっと大丈夫かな、写りがちょっと分かりにくいかな、合格の取説というこの本ありまして、これ合格に必要な論点をテキスト形式でまとめていて、さらには、問題もついているものなんですね。予想問題がついているので、これを見ながら、基本的な概念を押さえて、それに対応する試験問題に近いような予想問題を解いていくことの繰り返しによって、学科合格のためのスキルを身につけていく、そのための書籍となっています。で、こちらなんですが、今もちろん販売しているんですが、
2022年度版を12月の末から1月の初めぐらいに改定して販売する予定になっていますので、皆様は、お急ぎでない方はこちらの2022年度版が出るのをお待ちいただいてからご購入いただいた方がいいかなと思っています。それまでの間、先ほどご紹介しましたこれですね、3点セットの方ですね、試験対策の3点セットで勉強しておいていただいて、2022年度版が出たらこちらを購入して勉強していただくのをおすすめします。はい、ここまでレックキャリアコンサルタント養成講座についてのご案内を進めてきました。はい、ではちょっとこの先行きましょうか。合格後のサポートについても少しだけご案内をしておきます。少しだけと言いましたが、皆様これ合格後どうするんだろうって気になってらっしゃる方多いかと思います。で、これ最初の方にお見せしたレック東京リーガルマインドがやっている事業の概要で、一番下ですね、グリーンのところ、リカレント教育 NPO 障害学習とあります。これレックグループの中の NPO 団体ということになりますが、この NPO 障害学習ではキャリアコンサルタントの皆様ご自身のキャリア形成に役立つ情報やコンテンツを提供しています。オンラインのセミナーやサロンを行っている。他にはレックの更新講習や技能検定の対策講座の受講料の割引も実施しています。またパートナー講師制度といいまして、 NPO の登録会員さんの中から養成講座のサブ講師、試験対策講座のサブ講師や講座運営などのスタッフの方の採用をしていまして、その採用情報のお知らせもしています。またオンラインセミナーの講師の募集や、そこから養成講座のメイン講師を目指したいという方の登壇の道も開けていきますので、試験に合格された後はぜひ NPO 障害学習への登録をお勧めいたします。はい、それから合格後のサポートとして実施していることとしまして、キャリアコンサルタント交流会をレックと共催でやっています。今回キャリアコンサルタント養成講座12月1月2月生を申し込まれた方の目標試験の合格発表後、2022年、これ来年の話ですね、来年9月23日金曜日祝日、1年より先の予定ですが、もう一応ここでやろうかと思ってます。ですので今養成講座申し込まれて勉強される方は、2022年9月23日金曜日祝日にぜひ合格をして交流会にご参加いただけたらとてもとても嬉しいです。まあ、ここでは専門家の先生のお話をお聞きしたり、オンライングループによる懇親会などを行っています。ね、この頃コロナが落ち着いていたらオンラインだけではなくて集合形式でね、皆さんと実際にちょっとお酒なども飲みながら懇親会できたらいいかなと思いますが、どうなるか分かりませんが、交流会は実施をしてまいりますので、ぜひ皆様ご参加目指していただきたいなと思ってます。そしてこれはコロナ感染拡大前までは関東関西名古屋で、こんな形で専門家の先生のお話をお聞きしたり皆さんとの交流を図っていました。オンラインでの、交流会は進めていきます。登録のためには登録料かかりますが、5年間で1万500円、ですね。はい、でその代わりにメリットたくさんありますので、試験合格後ぜひご検討いただきたいと思ってます。はい、はい、そして最後になりますが、スケジュールと受講料のご案内です。はい、キャリアコンサルタント養成講座の受講料スケジュールのご案内とパンフレットをご確認いただきたいんですが、開講予定全国で26クラスです。うち5クラスはズームクラスを予定しています。受講料一般価格302,500円、税込みテキスト代含みます。入学金などは他には一切ありません。各種割引制度がありますので、ぜひスタッフにお尋ねください。
専門実践教育訓練給付の対象講座になっていますので、この制度が利用できる方は受講料の最大 70% が支給されることになります。ハローワークでの手続きが必要ですので、そこはぜひご自身でのご確認をお願いいたします。ということで、レックキャリアコンサルタント養成講座受講して、ぜひまず皆さんご自身のキャリアを考えてみませんか、ということをお伝えしたいと思ってます。はい。で、こちらのパンフレットですね、こちらのパンフレットと、受講料スケジュールのご案内、はい、こちらぜひよくご覧いただきまして、レックのスタッフに特に受講料のところですね、お話、ご相談いただければと思いますし、こちらのスケジュールの冊子には具体的に通学やズームの日程も書かれていますので、ご自身の予定と照らし合わせて、どこのクラスで申し込むかも調べていただきたいなと思ってます。はい。ということで、ここまで少し駆け足でしたが、1時間ほどお時間をいただいてお話をしてまいりました。はい、では皆さんの受講をぜひお待ちしています。皆さんと講座の中でお目にかかれること、そして皆さんがキャリアコンサルタントとして合格して一緒に活動できる時を楽しみにしています。本日はどうもありがとうございました。